え、本当に？ジャケと同じ。やっぱイチゴだよ。あ、ケイシーさんありがとうございます。なんで嬉しい。タワー、クマタワー。ん、あ、来た。なんかめっちゃずっと喋ってたんだけど、なんかね無理だった。でも一回電源切った。だからケイシーさんいつから見れてないんだろう。ケイシーさん、熊田はありがとうございます。ありがとう。ずっと喋ってたんだけど、なんかコメント止まってんなと思って、なんかよくしたらなんか画面がおかしくなって、そうそうそう、二重幅のテープだけあるわ。何これ、どうやって、え、なんでこの折り目は何だったのじゃ。あ、最悪だ、間違って折っちゃった。ちょっとね、これは良くないかも、幸先が。テープ貼るの下手くそすぎて、え、マジでわからん。だってここに貼ってからさ、シールって剥がせる？痛くない？毎回涙出そうになるんだけど、痛すぎて目に刺さっとるんやな。え、これさ、みんなどうやって貼ってるわけ？普通に、どういうこと？上のシール剥がせなくない？あ、剥がせた。ちょっと、ちょっと待って。ストップストップ。じゃん。とりあえず。間違えて落ちちゃったけど。さん、いいな、ありがとう。あれはやっぱり貼るとダメだ、目立つね。貼り方がちょっと下手くそなのか。下向くと分かる、貼ってるっていうか。
よし、フルーツ大福食べるぞ。おいしそう、めっちゃおいしそう。どうやって食べるのこれ。うわっ、うわっ、待って待って、ちょっと待って、粉粉だ。なんかどうやって食べるの。いただきます。耳今ちょっと小顔にする、血流を流していく。耳あれやってるの、ごめん。いきます。美味しすぎる。やば、めっちゃ美味しい。え、本当にうまっ。幸せ、めっちゃ美味しい。パンダさん、ありがとう。デューシーさん、アルマありがとう。美味しすぎる。松尾さん、うまっ。パンダさん、かわいい、ありがとう。絶対高級だよねこれ。これ冷えてるよ。冷えてます。うわ、美味しい。500円、やば、めっちゃ高いじゃん、やば。幸せ。美味しい。美味しい。粉が、いちごが、いちごめっちゃ大きい。松田さん、ありがとう。似合う。すごい甘い。そう、解凍というか出してちょっと自然解凍させといた。美味しすぎ。何種類買った。めっちゃ美味しい。うわー、マジで最高。フルーツ大福大好き。あ、やばい、これ全部いけるかな。
もうん、うわ、うん、うん、わあ、おいしい。なんだっけな、なんだっけ、ブルーベリーとパイナップルと何があった、うん、4種類を2個ずつとかだった気がする。桃だ、飲み物ない、うん、ないわ。おいしい。AKB 劇場で見れるんですか？私見れます、公演出てます。私はチーム V 公演と僕の夏かな、僕の夏が始まる公演に出てます。でもその日によって違うんですけど、さ、出演メンバーが今のところまだ出てないよね、スケジュール。今からちょっとだけメイクをしたいと思います。夕方からレッスンというか、まあほぼ自主練みたいな感じなんですけど。ポーズありがとう、まずひろくんもありがとう。ちょっとだけ時間があるので気分を上げるためにお化粧をしたいと、久々にしたいと思います。皆さん可愛い、ありがとう。パンダさんも可愛い、ありがとう。ムキムキデラックスさん、水鉄砲ありがとう。でも最近そんなにニキビができなくて、肌の調子がいい、なぜか。でも最近めっちゃストレスって感じることないからかな、わかんないけど、いい感じにアニメとかも見れてるし、まあ仕事もたくさんあってあれだし、ファンの方にも公演とかで会えたり、みんながなんか楽しかったとか公演良かったよとか言ってくれるし、なんかいいバランスって感じ。ね、おでこニキビないの、一個も。今珍しくない？そう、しかもめっちゃさ、レッスンとかで動いてるから、いくら食べても罪悪感がないわけ。昨日もショールーム終わった後にじゃがりこ食べたもん。でもまあ動いてるしいっかみたいな感じで、全然罪悪感ないから、多分そういうのも、なんかいつもだったらもうなんか、ああ食べちゃったデブって思うけど、ストレスがあんまりなくて、うん、楽しくやらせていただいてます。ハンダさんありがとう、あとのみくんお疲れありがとう。だから睡眠だけね、最近マジでね、レッスンが多分これからももっとあれなんですけど、忙しくなってくるので睡眠は取ろうっていう思ってます、ちゃんと。パンダさんハートありがとう。うん、ザーサインありがとう、メイク君とかありがとう。多分マジで二重幅がな、治ってくれるのを待つだけ。こんにちは、あずちゃんありがとう。そう、
い幅がね、おかしい。ファンデーションってさ、あの日焼け止め効果入ってるやつだから、ちょっとマジで焼けたくないもうこれ以上、もう真っ黒だもん。この間の忘れた日傘とか忘れたせい。焼けないように。そう、もう日焼けした。そうね、どうせ野外ライブあるから日焼けるんだけどさ飲む日焼け止めね、なんか2年前くらいに買ったんだけど、めんどくさくて飲んでないなんかヘリホワイトみたいな、なんかよく薬局に売ってるやつ。なんか結局ね、塗るのも塗るのもダメだし、飲むのもダメなんだよね。もうめんどくささが勝っちゃう、忘れちゃうのついつい。アンナさんハートありがとう。だから毎年失敗してる、成功したことないもん、まだ。そうだからね、日傘が一番やっぱり忘れなきゃ大丈夫だよね。てか久々に配給見返したくなった、昨日の及川さんの誕生日を祝ってたら。なんで配給ってあんなさ、全部オープニングとエンディングマジで神曲なんだろう。何、なんで全部いい曲だよね。テンション上がる、あれ聞くと頑張ろうって思える。目を光らせた、お母さんのくしゃみ、それは間違いない。
ンキーまだアニメ見れてないという悲しい出来事。全然見れてない。でもあれは浦美ちゃん兄さんと東京リベンジャーズは絶対見る。あとなんだっけ、水泳だっけ、水球あれってなんかやってんのかな、あれでアプリのやつで見れるのかな。昨日の見れてない、あのあれは見た、なんだこういうことをしてましたよ、なんていうのそういうの、現状なんだ現状報告みたいな、現状報告なんか今こういうのやってるよみたいな。ねえ浦美ちゃん兄さん早く見たい。うん違う違う普通にけど分かりやすいんだけど面白いよね。うん、そう昨日やってたよ、見たみんな。うん、あれがない。ないです。彼女も彼女、え、なんかめっちゃ聞くそれ、あれアプリでやってんのかな。パンダさんありがとう。フルーツだけ食べた。美味しかった、めっちゃ。ネットフリにあるを見よう。イニスリーのイニスリーでいい。前髪なし考えたことないですね。この間もなんかメイクさんと話してて、前髪なし唯一やったことない公園とかでね、髪型が前髪をなくすやつやったことなくて、いやでもおでこマジで出したくないというか、あんまり出すの好きじゃないから。そうでも今おでこニキビないから、まあ出すなら今だよねっていう、もしなんかあればいつかね。けんちゃんありがとう。鉄砲水鉄砲、そう握手会の時に一回だけ流し前髪やったね。トラさんどうぞ、ありがとう。
前じゃないでも何年前だろう、何年前だ、めっちゃいいじゃん。最近好きな人っていい感じで幸せ、何それ、かわいい、すごいかわいい、こういう話でいいんじゃないの、全然聞くの大好き、かわいい、報告してくれるのがかわいい、みーたんお幸せになれるともっとね、好きな人といい感じなの、いいね、素敵ですな、こんにちは、トゥ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 、夏というイベント前、それ暑い、確かにいいね、夏でもさないんじゃない、お祭りとかじゃない、夏というイベントは何があるの、他にお祭りあったらいいね最近マジでフリーは面白かった、最近見て一番ハマってるのはフリーかな、水泳の、買わないともうない、眉のペンシル、イケメン補正の、え、わかんない、私本当にマジで重視してるのがイケメン、イケメンかイケメンかじゃないかっていう、でも普通に多分それ抜いてもマジでフリーは面白いと思うんだ、しかもなんだろう、面白いからイケメンに見えるみたいなとこあるじゃん、だって弱虫ペダルとかさ、私ああいう絵っていうか、なんだろう、なんだろう、顔だけシュッとしてる顔じゃないじゃんみんな、でもさあれだけ私がイケメンに見えるってことは面白いからイケメンに見えるってことじゃん、だからそういうことよ、つまりは面白いカラーだよフリーはね、そうだよ、御堂筋あきらくんなんて誰がどう見てもイケメンとは言えないでしょ、あれはきっとそうそうそう、あきらくん面白いよな、いや坂井地君イケメンってか、なんか癒しキャラ的な小野田くんはちょっとイケメン要素ゼロなんですけど、まあね、でもあのストーリー見なかったらマキちゃんとか全然多分あれだ、わかんないけど、見てからもう好きだけど、マキちゃんとかマナミとかも絶対見なかったらそんな好きじゃないと思うんだよね、見たからあんなに顔がイケメンに見えるんだよ、やっぱあの感じだよね、見てわかるイケメンさっていうのか、いやフリーマジで面白いよ、普通に物語も面白いし、それプラス顔がいいっていうのでもう最高アニメに認定、最高です、
福もぐもぐ配信終わっちゃったんですよ。もうねすぐ食べちゃったの。だからまたいつかねします。多分配信以外で超食べちゃうと思うけど。あれ私言ったっけ、東京リベンジャーズのあれ映画見たって。あ、キングオブプリズン、めっちゃみなみさんに超力説されてる毎回。僕夏の時見たよ、ちょっとだけ。そのみなみさんの好きなシーンめっちゃ見てか、私そもそもねプリティリズムが大好きだから、大体はわかる。え、嘘言ってなかったっけ。そう、実写めっちゃ面白かった。妹と二人で行ったんですけど、普通にめっちゃね最高でした。ドラケン派マイキー派でもう大抗争よ。私はマイキー派なんだけど、ママと妹がドラケン派だから、いや絶対マイキーでしょっていう。マイキーしか勝たんやろって思った。可愛かった。あのねこれはそうアニメと若干違ってて、大体のストーリーは一緒だったんだけど若干違かったんだよね。でもめっちゃ面白かったよ。でもまあマジさんとか中なんかそこら辺の出てこなかったのはちょっと残念だけど、いやそう中いいよね。私の推しはマジさんとマイキーとチフユが好き。やっぱ顔が好き。マイキーはね、あのね、可愛い、面白い、お茶目なのかな、お茶目な感じが好き。あ、そうそう、清正のとこ若干違った。あの高層のところもなんか室内だったよね。外だったけどアニメは。よしみさんありがとう。うん、若干違かった。けど普通に面白かったよめっちゃ。ね、うわ分かる、闇落ちマイキー、やあれはやばいっすね。やはり顔がある。いやそう、まあとりあえずね、まずは一旦顔だよね、見るのって。やっぱり顔見ちゃうよねみんな。私千冬とかそんなにまださアニメを私そこも全部さ見てないから、千冬とかマジであの萌え袖、あの萌え袖を着ている千冬をの顔だけ見て好きになった。なんかあんな可愛い萌え袖着こなせる人っているのって思った。で可愛い、マジで可愛い。いやそうバジさんの髪型が好きなの私。あとねなんかああいう感じなんだろう、ちょっとねいい感じ。いい感じって何、なんかそうあのね髪長い人がね髪結ぶっていうのがね最高なんですよ。やっぱりいいわバジさんは最高です。でも実写面白かった。そうアニメ系もとりあえずそうエレンだから、大人になったエレンが好き。私子供の頃は全然推しじゃないんですけど、大人になったエレンはねあのマジで髪型だけで好きになっちゃうくらいに好きです。でもまあアルミンなんですけど、私の推しはアルミンの大人になったアルミンも最高だよね。ピッピさんありがとう。
あーひげはね、確かにどうだろう、エレン、あー確かにあれはひげなくても、ひげない方がいいね、私もそれは思う。あそう、クロバスの紫バラとか、そう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 、だから3番目に好きなの、まいや3番目です、4番目に好きなの紫バラ。1番がやっぱキセくんで、2番が高尾で、3番があの緑、ま、が同じくらい、まあ、3人好きで、でやっぱり髪の毛、髪の毛補正、やっぱあの結ぶところが良くて4番目に紫バラですね。やっぱ髪型なんだろう、アニメのキャラなんか髪型、あのああいう髪型してる人マジで好きなんだけど、なんで、なんなんだろう、いいって思っちゃう。たけさんありがとう。そう、いやキセは本当に顔がいいよね。あとなんだ、やっぱね、なんかチャラチャラしてるけどなんか実は真面目な人みたいな、そういうギャップがね好きなんですよね私は。そうそうそう、あ明石は全然好きじゃないあのレイちゃんが明石大好きだけどマジで好きじゃない全然。この間も妹とそのクロバス見てたんですけど、それも明石大ブーイング2人してほんと最低とかマジで大ブーイングだったわ。何回見てもやっぱね無理なんだよな明石。でも妹青峰も結構好きらしい。そうどっちも明石無理、なんか多分ねそのそうどっちも無理そう無理、やっぱね、やだ明石はちょっとやだ。いやあそういうギャップじゃないよな、求めてるものが違う明石はねちょっとやりすぎっていうか、そうああいうギャップはね好きじゃないな。うん、ファンの先輩ハートありがとう。三ツ矢さん、三ツ矢さんね、三ツ矢さんまだそんなに知らないけど今んとこ好きじゃない、好きじゃないっていうかそんな推しとかじゃないかな。やっぱ髪型大きいな私、キャラのキャラに求める。あそう黒子マジで大好き私、黒子てっちゃん結構てか嘘かも、4番目くらいに黒子が好きかもなんかアニメのグッズ買うってなるとキセ、緑馬、黒子、まあ、タカオはあったらみたいな感じ。タカオなんかある時とない時があるからそう、でも本当に結構黒子のバスケの中で意外と2番目くらいにグッズ持ってるんじゃないかなってくる。キセの次、いやそれはそう緑馬かな次、あどうだろう、でも結構黒子のグッズ買っちゃう、なんか可愛くてなんだろうな、黒子に対してはなんか恋愛感情とかじゃないんよ、そっちの好きじゃなくてなんか可愛いねっていう、なんかやっぱ徹夜2号みたいな、なんかその動物を見る感じ、なんか可愛い、なんか養ってあげたいよしよしみたいな感じで黒子は好き。黒子徹夜くんはなんか可愛いよね顔が結局顔そうそうそう、いやそう、あとメガネかけてる人も好きだから、そう緑馬はメガネとやっぱあの癖のある感じの性格が好き、やっぱ癖強い人が好きなんですよね、強すぎずだけどうん、そう、氷室はあんま好きじゃないかな。うん。黒ぼっちね、可愛いわ。でも鏡とかも全然ね刺さらない。あんまり好きじゃないかな。でもめっちゃランダムで鏡が出るの。だから好きじゃなくなっちゃったのかな。
なんかランダムでめっちゃ推しじゃないのに出てくるキャラってさ、そのキャラ側に罪はないのにさ、勝手に好き嫌いになっちゃうっていうあるあるじゃない？うん、川さんありがとう。ウケる。ワンピースはね、あんまりなんだ見たことない。ちゃんと最初から最後までつなげて、なんか飛ばし飛ばしでちっちゃい頃よく見てたけど、だからちっちゃい頃すぎて覚えてないっていうのもある。パナ先輩アワーありがとう。松田さんもアワーありがとう。たけしさんハントありがとう。なんかさ、東京リベンジャーの実写のさ、ひなが可愛すぎて、もうあんな、え、可愛すぎるでしょ、二次元かなって思った。同じ人間には見えなかった、可愛すぎて。そうそうそう、テニプリ。あーそう、私ね、テニプリ今までアマプラだっけしか 見れてなくて、だからそう、シーンテニスの王子様しか見れてなくて、 それはね途中最初シーンの方はね何話か見たんだけど、ちょっといきなりの登場人物の多さとちょっとよく分かんなくなっちゃって、もう途中でやめちゃったんだけど、あ、ネットフリ入ったから最初から見れるから、ちょっとテニプリもね絶対最初から見る。でも絶対最初から見たらね 120% ハマるのよ。なんかもうね、顔好きな人は何人かいたの。なんかやっぱメガネの人と、なんかここに涙袋ある絶対一番人気だろうっていうイケメンの人なんか王子様キャラっぽい、絶対一番人気でしょあの人。そうだからもう見たら絶対ハマるっていうの分かって、しかも絶対さグッズとかめっちゃ多くない、テニプリって。だからね、もうね、見たらもう散財は決定なんですよね。なんて読むのこれ、アトベさん。いやー分からんないんですけど、名前とか顔だけで言ったらその方たち、ちょっとイケメンでしたね。ありがとう、だるま。いいね、アニメキャラ顔選抜。うわー、それはね結構独断と偏見が、偏見寄りの顔選抜になっちゃうな。やっぱりセンター五条悟じゃないか、やっぱり。私はここまでアニメの世界へ導いた張本人、五条悟さんにはやっぱセンターさせていただかないと。アニメキャラドラフト会議は、まあ、絶対第一指名で全員五条悟かぶるじゃん。そんな、パンダ先輩あわありがとう。ゴリはやばい、確かにインパクトもあるしね。めっちゃ力強いセンター張ってくれそうだわ、ゴリだったら。
いいね、楽しそう、やりたいな、アニメキャラ。おいかもらった、それは困るわそれは困る。うん、ね、パンダ先輩とか絶対指名かぶらんよ。エバクほど溢れるパワーさあ海の底へ今日は晴れ、じゃんじゃんじゃん、つったけノクノクノク、会社込めていただ、うわ、センターは起きた、そうか、それは強い、起きたくんの可愛さメロメロパワーでみんながやられているうちに倒されてそう。え、銀魂結構前だよ、超前じゃない？結構前よ、私ハマったの銀魂結構前だ気がするんだけど、でもね、銀魂は全部見れてなくて途中で終わった。なんかあれめっちゃ全部ストーリーがつながってるわけじゃないからさ、全然一話一話見れるんだけど果てしなくて長くて途中で諦めたかも。あれって物語になってんのかな、ちゃんと若干なってるとかなってるけど、でも割と1話じゃないね。そうそうそう、だから最初から見たよ、最初から見て途中で終わってる、終わってるとかも、でもそんな全然見れるけどね、途中からでも
あんまり。確かに最初の部分は見ないと絶対分かんなくなるかも。そう、金玉長いわ。じゃあ本当ある程度全員登場人物が出てきて結構見た気がする。確かにアニメ1話とか大事だよね。下台って何？通信制限のこと？うん、会議頑張って。お疲れ、疲れ。ネット通信で、え、何それ、わかんない、詳しくないな、それは。でもかかんないと思う。かかるのは通信制限のやつと普通にアプリのお金だけだと思う。でも普通に Wi-Fi あるところで見たりすればそれはかからないから大丈夫だと思うよ。そうそうそう、むくみがなくなるっていう。なんか血流が流れて、カリンパが、の流れが良くなるみたいな。耳にゴムつけて。やばいね、すごっ。そんなに物語が続くのってすごいな。ガラスの靴、
嬉しい。あとはっちゃん、はむちゃんじゃない、ハンナ先輩ハートありがとう。最近ここにこれこうやって書くのハマってるんだ。踊ったら汗で絶対崩れるよね。ザナさんとあてありがとう。アナ先輩かわいい、ありがとう。レインボースターありがとう。レインボースターでもまだ今使っちゃった、申し訳ない、ありがとうございます。そうでもレインボースターまだ持ってる方いたら、あのリスのイベントの時によかったら貯めていただけたら嬉しいです。でもありがとうございます。こんにちは。そう、もういつやるか分かんないんだけどね、AKB。そろそろ終わりまーす。あ、前髪やろうかな、髪型、髪の毛ちょっとだけやろうかな。ありがとうございます。こちら、今日もかわいい、ありがとう。みつきくん尊い。よいしょ。
レートあれするの忘れたからじゃない？職人さん。ハイトーンにしたいですね。夏。眉毛ね、自分でねやってるんですけど、細くちょっとね、前よりちょっと若干整えて細くした。ザーさん可愛い、ありがとう。サロニア大先生、ありがとう。あの先輩かわいい、ありがとうございます。すごい、てか私のルームにパンダってめっちゃ多いな。パンダさんとパンダ先輩ってめっちゃパンダじゃん。パンダ好きなの。パンダさんありがとう、かわいいタート。パンダさん本当にパンダが好きだからパンダのかな。呪術廻戦のとかじゃなくてかな。ハンドルーム、
母さんかっこいい、ありがとう。どっちのパン分からんのよ。髪長いな、切りたい。めっちゃ切りたい。洗うの大変。洗うのよりは乾かすのが大変です。リアルに30分くらいかかる、全部乾ききるまで。ショートはね、しないかな。アイドル辞めるってなったらショートかもしれないけど、アイドルのうちはずっと多分ね、ショートにしないっぽい。わかんないけど、長そう。ちょっと切ると思うけど、やるなら多分またメイクさんになんちゃってボブお願いするかな。すごい、ヘアオイルつけたから。じゃあ
食べた？食べたじゃないか。山さんありがとう。なんかね、 N じゃなくてね、 M ってなんかピンクの黒っぽい、かよちゃんから誕生日プレゼントでもらったやつをつけてます。山さん可愛い、ありがとう。毛先が死んでる。ありがとう。よいしょ。沢さん、ありがとう。フォローしました、嬉しい。あ、プレゼント届きましたよ、嬉しい、ありがとう。レインボースター、あ、さっき読んだよ、ありがとう。気づいてますよ、さっき言ってたやつ、ありがとうございます。じゃあそろそろ終わりたいと思います。パンダさん、はい、ありがとう。じゃあランキング見ますね。1位、しげさん、ありがとう。2位、松田スリアレムさん、ありがとう。3位、けんちゃん、ありがとう。4位、パンダさん、ありがとう。5位、パンダ先輩、パンダ先輩、ありがとう。6位、グーグルペイさん、ありがとう。7位、わきぴぴさん、ありがとう。8位、ジーザスターさん、ありがとう。9位、しゅんすけさん、ありがとう。10位、フェルメールさん、ありがとう。フェルメールブルーさん。11位、紫あてさん、えみる、リーズルームさん、ありがとう。12位、もちかも、もかちかも、もかちかもさん、ありがとう。13位、にしぷーさん、ありがとう。ありがとうございました。またね、練習頑張ります。ザーさん、バチバチ、ありがとう。バイバーイ。みんなもまたね。大福めっちゃ美味しかった。